それと、今ね、狼狽しておられる方、もう思いつく限りの、ご自分がかつて言われた悪口を全部ね、他人様に対して吐き出してらっしゃる最中だと存じますが、そういう方々っていうのはね、今狼狽して悪態ついておられる方々、うちの悪態じゃないってわかるでしょ。今悪態ついておられる方々は、かつて、今、まさにまだ属してらっしゃる世界の優等生だったんですよ。で、今属してらっしゃる世界観に合わせる努力もなさって、しかも人にそうあれかしと説教もなさってきた方狼狽するでしょ。それ以外の方、狼狽しますか？するわけじゃない。やっぱりな、変やと思っとった。ほんならな、アーバイオやん。いくら儲け減っても、いくら稼ぎ減っても、いくら仕事減っても、やっぱりな、ほな、アーバイオやん。本来の俺っちの世界観に戻るから、バイバーイやんか。男もいくでしょ。で、今、狼狽なさってる方って、どんな類型やったか分かるんでしょ。それをまた必死でそのことも隠さなあかんし、大変ね。まあ、そやけど、じゃあ、どうやったらインドルと呪術マトリョーシカに戻るしかないけど、その前に聞いてほしいことがあるんですけどね。今うちが提唱したり、今うちが生きてるライフスタイルっていうのはね、伝統的な日本のね、ライフスタイルだし、皆様方が今属してなさる社会、いや、その世界観もぐんと古いんですよ。まあ、大和民族襲撃以前の、要するに大和民族侵略してきたより前の世界観だし、ユダヤ人8世よりも前の世界観も多いし、ね、だけど皆さんご想像つくように、つい最近まで日本の伝統的な普通の生き方だった、そういったものの現代形、現在形を示して、その現代形というよりも、その近未来形をね、どうしましょうかね、話やんか。あんたらも属する、あんたのボディもね、これからも属するんでしょ、うちのマトリョーシカに。だってあんたらのボディはうちのもともとの体細胞やんか。自我がうちの体細胞を変な形にしちゃって、うちから言わせればね。で、うちにも変な、うちも変な形にしやって、杉田水脈先生のうちにうちにうちに移植することによって、2歳11ヶ月ね。そこまでして一体何を求めてらっしゃるんですか。何も求めてるわけないよね、天皇家って。そこまでして求めなあかんもんってないし、第一。何のために日本侵略してきたの？大和民族。今これ言われたら辛いやろ？あなた方の中心にそんな願望があったんですか？それちょっとダサいよね。